段は空からキャンディーなんて降ってこないだろう。戻ってきてくれたのね。この夏目ヤシキャンディー半分こしましょう。私が見抜かれる番ね。もちろんよ。おかげでとても素敵な誕生日になったわ。まるで穀物の蔵に入った小鳥が人々の優しさとぬくもりに包まれたように、遠くから来てくれた彼、アランなら、そして私の大切なお友達、みんなにお礼を言ったわ。でも私、気づいたの。やっぱり、まだ何か隠しているわよね。大丈夫だから、そう構えないで。あなたが秘密にしたいのなら、その判断を信じるわ。だってあなたは、私の花の騎士だもの。戦闘のコツを学べるね。カルコマちゃん出発。Thank you.
いい子だから巣に戻りなさい。ニエガはまだ休んでいるの。ラゾーリー、オイラたちが来たぞ。もう、急にどうしたの？シロネンまで。お久しぶり、ラゾーリーおばちゃん。ニエガから手紙受け取ったよ。勇敢な手食いが欲しいって書いてあったから持ってきた。でもこの本っていろんな想定が出てるじゃん。どんなのが好きなのかわからなくて。かがり木の民の伝達師に聞いてみたら、こういう柔らかいカバーのが流行ってるんだって。だからこれを買ってきた。シロネンは相変わらずね。さあ中に入って。ちょうどショコアトゥル水を作っていたところなの。味見していってちょうだい。シロネンは小さい頃、ショコアトゥル水が大好物でね、うちに来るたび何度もおかわりしていたのよ。シロネンがこれくらいの頃、やっとニエガが生まれて。まあとにかくまずは中に。おばちゃん、早く家に入ろう。旅人、一緒におばちゃんを支えてて。おいらも手伝うぞ。イエング、いい子にしてろよ。邪魔しちゃダメだからな。早く中に入ろう。おばちゃん、足元に気をつけて。ごめんなさいね。何日か前にニエガの症状がまた重くなって、看病で数日寝れてないの。急に日に当たったら頭がクラッとしたわ。びっくりさせちゃったかしら。食はトゥル水を持ってくるから、みんなは座ってて。すぐ戻るわ。もう持ってきてあるよ。はい、おばちゃんの分。こっちはあんたたちの。ショコアトゥル水ってショコアトゥルの種で作るのか。苦いらしいけど、実際どうなんだ。旅人、先に味見してくれよ。大丈夫大丈夫。おばちゃんはショコアトゥル水を作るとき、いつも砂糖をめちゃくちゃ入れるから、そんなに苦くないよ。前に来た時はあんなに小さかったのに、今のあなたはもう小玉の子を、いや、ナタを背負って立てるわね。おばちゃん家で飲んだドリンクと読んだ本のおかげだよ。ラゾーリとシロネンが同じ部族の人だってことは聞いてたけど、こんなに仲が良かったんだな。子供の頃、父さんと母さんはラゾーリおばちゃんの米作りの技術が素晴らしいとか、お手本にするべきとか、そんなことばかり言ってたな。家でゴロゴロしてると、いつもおばちゃんの工房に連れて行かれて、ちゃんと見て学べよとかって言われてさ。ご両親には先に帰ってもらって、
ショコアトゥル水を作って部屋で遊んでもらっていたわね。そうそう。で、カンカンって仕事の音を聞きながらドリンクを飲んでたんだ。でも、おばちゃんが工房を広げるために集落を出てってからは、うちも遊びに行かなくなった。へえ。でも、さっきキッチンにドリンクを取りに行ってくれただろ？なんでスイスイ場所が分かったんだ？昔おばちゃんが住んでた家とここは間取りが完全に一緒だから。例えば、あ、ね、あそこがニエガの部屋でしょ。そうそうあの頃はあの子の寝室にこもって本を読んだり絵を描いたりするのが大好きだったわね。でも今はもう大きくなったからいつ来たくてもニエガのベッドじゃ横になれないわね。ニエガもそう思っているわ。少し元気が出てくるとすぐに。手紙を書いてくれている白根お姉ちゃんはいつ会いに来てくれるのってしつこく聞いてくるのよ。だからこうしてきたんだって。お詫びにプレゼントまで持ってきたし、本はそこに置いといたよ。あら、あの子がねだったの？悪いわね。家にいても遠慮がちで、おやつだって聞いてから食べるのに。あなたにはプレゼントをねだるのね。はあ、厳しく育てすぎたのかしら。母よりお姉ちゃんの方が懐かれているわ。そうなの？だったら余計頼りないお姉ちゃんで申し訳ないや。病気が悪化した時は何の役にも立てなかったし、お見舞いも数えるほどしか来なかった。できたのは欲しい本を見つけてあげるくらいだよ。自分を責めないで。あなたには部族の内理士としての重い責務があるんだもの。他に気が回らなくても仕方ないわ。特に私が仕事を放り出してからあなたの負担はますます重くなった。おばちゃんにはニエガのお母さんとしてやるべきことがあったってことは部族のみんなも分かってるって。ニエガにはお母さんが必要だった。それでも責任を放棄したのは変わらないわ。それに今もまだ再びハンマーを握る勇気がないの。全部あなたに押し付けてごめんね。空気が重いぞ。二人とも元気出してくれよ。ニエガはもう良くなったんだろ？心配しないでよおばちゃん。うち一人で大丈夫だからさ。でもニエガが完全に元気になったら戻ってきて。そしたら長い休暇を取れるから。戻ってきたらバリバリ働いてもらうから覚悟しててよ。手も貸してあげない。隣でショコアトゥル水を飲みながら応援してるよ本当にそうなったらいくらでもショコアトゥル水を飲んでもらっても構わないわ。前まではこの話題に触れるのも怖かった。でも今はニエガがだんだん元のように元気になってきてくれているから、あの時のことに向き合う勇気も多少は出てきたわ。実はあの子の病気はアビスのせいなの。その日の夜は集落で次の米作りに関する相談をしていた。すると急に外から警告の角笛の音がして、無数のアビスの魔物が集落に奇襲をかけてきたの。私を含めた部族の全員が迎撃に出たわ。魔物を撃退した後、部族の守衛と一緒に家に帰って、ニエガが家にいないことに気づいたの。それほど探したんでしょうね。2、3日かしら。結局そう高くはない崖の下であの子を見つけた。あの子は手に枯れたエンバーコアフラワーを握ってた。そして傷口にはアビスに侵食された痕跡が残っていたわ。私のせいなのよ。ああなる前に米を作ってくれないかとあの子に聞かれたの。当時は仕事で忙しくて、私エンバーコアフラワーを見つけてくれたらそれを原材料に米を作ってあげるって言ったのよ。ニエガをこの腕に抱えてどんなに名前を呼んでも
目を開けてくれなかったわ。私が米を作るために工房を郊外に移したから、ネガを一人で家に置いてきてしまったから、私の娘、私のニエがどうしてあんな苦しい目に遭わせてしまったのかしら。うわぁ、その手紙も書けるようになって、それでオイラたち、いや、シロネンがプレゼントを持ってきたわけなんだし。ごめんなさい。思い出すたびに感情をコントロールできなくなっちゃうの。ごめんなさいね。せっかく来てくれたお客さんを涙でもてなすわけにはいかないわ。食材を頼んであるから夕飯はうちで食べていって。チュペデカマロネスと魚のミントソースグリル、メインのお料理はタタコスよ。そんなにたくさん一人で作るのは大変じゃないのか。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。でも大丈夫、お料理くらいどうってことないわ。あなたたちは食べるのをメインにお願い。私はもう若くないからそんなにたくさん食べられないわ。イヒヒ、モイラたちちょうどお腹空いてたんだ。絶対完食できるぞ。そういえばシロネンはパステルデハイバが好物だったわね。魚のミントソースグリルはやめてパステルデハイバにしましょうか。確か魚の骨を取るのが苦手だったのよね。どっちでも、今は魚を骨ごと噛み砕いて飲み込めるから。もうそんなことしなくても魚の骨くらい取ってあげるわよ。それと食後のデザートはグレインカップがいい？それともチョコレート？チョコとグレインのみ。わかったわ。さて、料理の準備をするから少しだけ手伝ってもらおうかしら。注文した食材がもうすぐ届くはずだから、入り口のところで待っててくれる？届いたら中に運んでちょうだい。シロね、起きなさい。食欲がなくなるからご飯の前に寝ちゃダメよ。もう子供じゃないんだけど、食欲もバッチリだってば。子供じゃなくてもダメなものはダメ。若いうちに体には気をつけておかないと、年を取ってから。わかったわかった、言ってくれって。オイラたちも行こうぜ。すぐそこだし、そんな手間でもないだろ。はあ、あの子ったら。あの子ったら、ニエガとそっくり。ユモカリオに乗って空から降りてくるって思ったのに。かがり木の民の伝達師は空から降りてきたりしないよ。普通崖から降りてくる。見なくていいよ、いないから。クソったるが。おい、お前らすまんが、
ラゾーリの家がどこにあるか知らないか。食材を届けに来たのか。食材、危うく俺が食材になるところだった。マモルたちが追ってきてる。話は後だ。お前らも手伝ってくれ。シロネン、オイラたち。あれ、シロネンは。うわあ、もう魔物と戦ってるぞ。オイラたちも早く行こう。楽勝楽勝。荷物もほぼ無傷じゃん。ラッキーだったね。おかしいな。オイラたちが来た時はこんなにたくさんの魔物いなかったぞ。運だって。俺は昔からよくこの道を配達で使うが、これだけの魔物に襲われたのなんか初めてだぞ。それにここは集落に出入りするための主要な道だから、部族の奴らが時々魔物を退治してる。安全なはずだ。ただ最近理由はわからないが、ここいらの魔物が狂い出して、普段はおとなしいテペトル竜まで暴れ出してるんだ。ラゾーリの奴、どうせ米作りももうやってないんだから集落に戻ってくりゃいいのに。そうすればニエガだって一緒に遊ぶ友達ができる。あの子はまだあんなに小さいのに、まだ一度も。あ、ニエガの友達。あれ、うちの子ニエガに会ったことあったよな。確かニエガの好きな遊びも知ってるって言ってたような。おかしいな、急に思い出せなくなった。おい、こいつも燃焼冥国を持ってるぞ。ショックのあまり記憶が混乱してるみたいだね。早く集落に戻りなよ。食材はうちらで運んどくからさ。こっちはうちが持つから残りはお願い。おいらは、こぼれ落ちたグレインの実を運ぶぜ。ありがとな。じゃ、あとはよろしく頼んだ。今日は出かけるんじゃなかったぜ。なんかおかしいよな。なんで今日会った人たちはみんないろいろ忘れちゃってたの。なんていうか、裏があるような、変な感じがするぜ。長く生きてれば変な日もあるって。とにかく食材を運ぼう。じゃないと夜ご飯が食べられないよ。
やっと帰ってきたのね。遅かったからちょっと心配してたのよ。ちょっとしたトラブルがあったけどもう解決した。そう、解決したのならよかったわ。じゃあ夕飯を作ってくるわね。すぐできるからみんな座って待ってて。簡単なものばかりだけどね。さあ遠慮しないでどんどん食べて。だって届かないんだ。旅人取ってくれないか。早く早く。おかわり。もう食べたのか。お前魚とかちゃんと噛んで食べたか。そりゃそうよ、魚は骨ごと噛み砕くってさっき言ったじゃん。もう一匹だけちょうだい。あとはニエガにとっとく。いいのよ、ニエガはこういうものは食べられないから全部食べちゃっていいわ。あの子の体じゃスープしか飲めなくて、こういうのを食べても消化できないのよ。そんな、でもニエガはもうだいぶ良くなってきてるんじゃないのか。アビスの影響は不可逆でね、あの子の状況だと現状を維持するのが限界だってお医者さんが言っていたわ。でも大丈夫よ、今は話もできるし手をつなぐこともできるから十分よ。たとえあの子が二度と私のことをわからなくても。え？どういうことだ？お医者さんはアビスがあの子の魂に不可逆の影響を与えたって言ってたわ。それで怪我をする前の記憶を全て失ったんだって。あの子は単純に忘れたのじゃない、過去に起きたことを二度と思い出せなくなったのよ。え、過去に起きたことを思い出せないってどういうことだ？名園の主が記録に使っている織物ウォーベンのことは知ってるかしら。忘れるというのはウォーベンが色褪せることに似ているの。塗り直せば色褪せた記憶は再び蘇る。でもニエガはウォーベンの一部を切り落として灰になるまで焼き尽くしてしまったような状態なの。好きだった本や花、この家で過ごした日々のことは全てアビスによって切り落とされた。もう二度と蘇ることはないの。わかりやすい症状で言えば、今のあの子にとって私はお母さんを自称する知らないおばさんにしか見えていないわ。いい子だから一生懸命看病してくれているおばさんを悲しませたくなくてお母さんって呼んでくれているけど、本当はずっと本当のお母さんはどこにいるのか、どうして自分がここにいるのか、もしかしたら本当のお母さんに捨てられたのかもって不安な気持ちでいると思うわ。本当のお母さんはこうしてすぐ目の前に、ずっと一緒にいるのに、あの子にはもうわからない。だから自分の手でウォーベンを折り直してあげることにしたの？え？知らねえ、一体何を言ってるんだ。それともずっと前からウォーベンの修復は始まってたのかな。宅配の兄ちゃんのやつだよ、腰についてたからちょっと貸してもらった。全部の答えが分かったらちゃんと返すから大丈夫だってば。安いものじゃないしね。いつから気づいてたの？燃焼冥黒が部族で流行り出した時期から目をつけてた。その時から冥黒を身につけてる人の記憶が多かれ少なかれ混乱してるってことにも気づいてた。旅人たちもちょっとは違和感あったでしょ。コメの製造技法で作ったアクセサリー、ただのアクセサリーにしちゃ中の年祖冥黒があまりにも複雑すぎる。それに冥黒の形も流れもコメのと一緒だし、いくつかメインの流れとかつなぎ方をちょこっといじるだけで燃焼冥黒は
ほとんど古名って言えるものになる。燃焼冥国の中にはいつでも起動できる燃素冥国が仕込まれてる。なのにおばちゃんはそれを誰にも話してなかったでしょ。やっぱりあなたには隠し通せないわ。ええ、ニエガの過去の記憶を取り戻す方法はあるわ。とても簡単な方法よ。あの子のために過去の記憶を入れるための古名を作ってあげるの。どうして大霊に認めてもらわないといけないか知ってる？古名が扱う記憶は全部地脈に保管されてるからなんだよ。で、地脈から記憶を抽出するためには大霊の協力が必要。でもおばちゃんは地脈から記憶を抽出するつもりはないんだよね。そうじゃなくて、燃焼冥国を使ってニエガのための巨大記憶データベースを作るつもりなんだ。そうでしょ。古名を作るのは記憶データベースから記憶を抽出するのに古名が必要だから。記憶のデータベースを作る？ちょっと待ってくれ。ってことは急にみんないろいろ忘れちゃったのは燃焼冥国にニエガの記憶を持っていかれちゃったからだったのか？他の人の記憶を使ってニエガの過去を保管する。なかなか斬新なやり方だ。もう私の考えなんてお見通しね。シロネンは昔から本当に優秀だわ。私なんかよりずっと。そうよ、こうやってニエガに関する記憶の整合性をとってあの子の過去を取り戻してあげるつもりなの。でも燃焼冥国に記憶を吸われた人たちはどうなるんだ？安心して、部族の人たちに危害を加えないように燃焼冥国による記憶の抽出はちゃんと細かく制御しているわ。これは燃焼冥国を制御するための中枢冥国よ。そしてこの中枢冥国こそがこれからニエガが持つことになる古名なの。これ全部ラゾーリが一人で作ったのか？そうね、たくさん頑張ったわ。おかげでとても疲れちゃった。年を取りすぎたのかしらね。あなたたちも見たでしょ、日の光にちょっと当たっただけで倒れそうになっちゃうのよ。もしかしたら明日、いや今すぐ倒れてしまうかもしれない。でもニエガの古名はまだ完成していない。記憶をしまうところまではできたけど、まだあの子とこの中枢冥国をリンクさせる方法がわからないの。おばちゃんの古名を改造するのかと思った。それも考えたわ。でも私の古名とあの子のことは関係ない。助けにならないし今は必要ないわ。わかってると思うけど、こんなものを作るにはかなりの代償が必要だよ。わかっているわ。でも私のニエガが帰ってきてくれるのなら全てを差し出しても構わない。今やらなきゃいけないの。そうじゃないと私がいなくなったらあの子はもう二度と自分の過去を取り戻すチャンスに巡り会えない。そうなったらあの子は私のこともどうして自分の名前がニエガなのかさえ忘れたまま、自分がどこから来たのかどこに行けばいいのかもわからないまま一人で孤独に世界をさまようことになるのよ。あの子は私が名前をつけた私の娘。母としても内理師としてもあの子の名がこのまま失われるのを見ながらただ手をこまねいているわけにはいかないわ。シロネン、中枢冥国は持ってくよ。バラバラにして構造と具体的な用途を確かめる。それが分かるまで何も言えない。ニエガにお休みって言っといて。あのちょっと待って、旅人さんとパイモンちゃんに作った冥国が完成してるから取ってくるわ。待たせてしまってごめんなさいね。それはおばちゃんがしまっといて。
旅人とパイモンはニエガに会ったことないから記憶は抽出できないよ。そんなつもりは。これはただのお礼よ。受け取って。お、何の音だ。ニエガが起きたのよ。あの子ったらまた一人でベッドを降りようとしているんだわ。ごめんなさい。先にあの子の様子を見てくるわね。ニエガ、一人でベッドから降りないで。欲しいものがあったらお母さんが取ってくるから。おばちゃんはニエガの面倒を見てて。行こう、旅人パイモン。話したいことがある。一旦集落に戻ろう。工房によって取ってきたいものがあるんだ。中枢冥国を分解するのは結構骨が折れるかも。いるもの取ってくるから外で待ってて。中は散らかってるから案内はやめとく。誤解。汚いから恥ずかしくて見せられないとかじゃなくて、本とか書類とか名園の主からもらってきた転籍とか物で溢れててさ、びっしり天井まで積まれてるから足の踏み場がないって意味。一回資料を調べるのに夢中で鍵をかけ忘れちゃったことがあってさ、カチーナが入ってきて大変な目にあったらしいんだよね。工房に入ったら速攻巨大な名園の主のウォーベンに驚いて、振り返ったら今度は鍛造図の本の山をひっくり返して、崩れてくる本を避けようとしたら、今度は後ろの図面ケースにつまずいて転んだところに分厚い鍛造図の本がすっごい勢いで頭に落ちてきたんだってさ。なんとか。でも意識がぼんやりしてたみたいで、児玉の子の部族死に埋もれそうになってたよ。ちょうどうちが気づいて手遅れになる前に2階に引き上げたからよかったけど、あれからカチーナはうちに来るとき絶対中に入らないんだよね。シロネンは職人だもんな。オイラも工房の中は武器とか鎧とかでいっぱいなんだと思ってたぞ。でもそれなら工房っていうより図書館みたいだな。ま、うちの本職は米作りだしね。米を作るのってめっちゃ大変だよ。剣とかクワと違って必要な技法の参考書の他に転籍もいろいろ読まないとだし、あんたたちも知ってると思うけど、米は何らかの精神を表すものなんだ。つまり精神を反映する無数の自責を伴うのが普通。もっと簡単に言うと、米の本質はある種の精神の具現化だってこと。米の内理師として新しい米を作るとき、
作業としての鍛造だけをやって終わりってわけじゃない。コメが表す精神を明らかにする方が大事なんだ。でもって精神を明らかにするには関係がありそうな物語をできるだけ集めて全部に目を通すしかない。でも人って自画自賛するとき結構話を持っちゃったりするじゃん。明らかに持ってたりアレンジが入ってたりしそうな物語があったら、今度はその物語に関係ありそうな物語や資料を芋づる式で探してきて集まったものを照らし合わせてみるしかなくて、それができてやっと物語の装飾部分を剥ぎ取って真実に近い状態に戻すことができるわけ。真実の物語からしか真の精神は見つけられない。それを見つけてようやくうちらはその核を古名として具現化させることができるの。古名の原理は聞いたことがあったけど、改めて詳しく説明されるとなんだかすごいな。いくらすごい古名でも武器に変身したり拳で山をぶち抜く力を授けたりは無理だからね。あくまで代々引き継がれる精神の力だから、そういう分かりやすい効果はないの。例えば二人の名前もそう。生まれた時から誰かが二人に祝福を用意してくれてた。その人は祝福を名前に集約して二人に与えた。二人が名前を授かったのは過去の出来事かもしれないけど、その名前は二人と一緒に未来に向かって歩んでくれてる。名前は過去に立つ人々が未来に送る祝福。謎織おばちゃんが昔教えてくれたことなんだけどね。名前っていう祝福が一緒にいてくれることで人はより安心して未来に進めるんだ。ほら、夜道を歩くときランプがあると多少安心するじゃん。暗い夜道を行くときって一人だと怖くて、しかもすぐ疲れちゃうんだ。でも誰かと一緒ならそんなに怖くないし、疲れはするけど一人よりはマシだぜ。こいつのそばにはいつもオイラがいるからそんな心配ないけどな。ふふ、ほんとお前ってついてるよな。飛んでるから疲れやすいんだ。っていうか話がそれたじゃないか。本題に戻ろうぜ。とにかくそれが内理士になる訓練を受けた時にラゾーリおばちゃんから教わったこと、正直うちは2割くらいしか理解できてないけどね。それほとんど分かってないじゃないか。いや、少なくとも一番大事なところについてはおばちゃんと同意見だから。ちょっと話しすぎちゃったよ。残りは後で。ここで待ってて、取ったらすぐに戻ってくるから。記録だからとっくに写しは取ってある。この粘足錆のセットが奥に埋まりすぎて楽に取り出せなかったから、ちょっと力技を使うしかなくってさ。さて、中枢冥国を分解しに行こう。そんなに時間はかかんないはず。Yeah.
着いた。ここだよ。高い崖だな。どうやって分解するんだ？あの山のてっぺんから冥黒を投げるのかよ。この崖の面に粘素を刻印して中枢冥黒の内部構造を調べるよ。さてさて、ちゃんと起動できるかな。前回使った時はまだ見習いだったんだよね。コメの内部の粘素冥黒を作る時は先に崖や空き地で同じ構造の冥黒像を作るので、粘素がちゃんと冥黒の脈動を通れるなって確認してからコメの内部に小型の脈を刻むんだ。中枢冥黒に損傷を与えずに分解するにはこいつを使わないと。巨大な冥黒像を手で刻みたくないしね。え、それじゃあこの冥黒を壊さずに中を調べられるのか。まあそんなとこ、普通の未完成のコメの殻なら直接こじ開けて粘素で中の冥黒を押し流せば何でもわかるんだけど、この中枢冥黒は、まあ勝手におばちゃんからのニエガへの祝福を壊すのも気が引けるしね。この中枢冥黒ってシロネンが理解してる2割に入ってるのか、それとも分かってない8割の方か。大丈夫だって、一番大事なとこについてはおばちゃんと同意見だって言ったっしょ。うちもおばちゃんも名前自体に価値があるってことは認めてる。名前があってこそ物事を分類して数えることができる。だからこそ世界は整理されて理解できるものになるんだよ。例えば鉱石を注文するとき、うちは純度35くらい、不純物の含有量 3% 以下の火山小石をくださいとかって言う。でも名前がなくなったらどうなると思う？これとこれをください、いややっぱりこっち、いやそれじゃなくてあっちのみたいな感じになっちゃうでしょ。名前は職人の仕事の標準化プロセスにおいて一番大事ってこと。名前がなくなったら仕事にならないよ。実際コメの製造は根本的には技術的な問題だしね。名前がどうして重要なのかとか、そっちの問題は仕事に支障をきたさない範囲で実践しながら理解していけばいいでしょ。コメを作るのは簡単じゃないからね。どうせ今集落にいないし行っちゃおっか。もうちょっとわかりやすく言うとね、コメを作るのは本質的にはナタの歴史上の英雄たちにあだ名をつける営みなわけ。人に名前を与えるのはその人に対しての自分の願いを表現できればいいから主観的でいいっしょ。でもあだ名は客観的でないと。正確なあだ名をつけるにはめっちゃ観察してめっちゃ考えないといけないんだ。コメ、てかあだ名が十分にその人のエッセンスを捉えてないと誰も覚えてくれないしね。だからうちはできるだけ使えそうな資料を集めて正確なあだ名をつけようと努力してる。もしそれが少しでもずれててみんながあだ名を誤解してしまうようなことがあったら、それはうちの内理師としての大きな失敗になるから。シロネにあだ名をつけようなんて思ってないぞ。それにもともとオイラのつけるあだ名は特徴をちゃんと捉えてて覚えやすいしな。気になるな。バイモン、うちにもあだ名をつけてよ。え、本当につけてほしいのか。もちろん、あだ名をつける者同士遠慮することないって。あだ名、あだ名、シロネンは粘素を使って武器を作る、それから人にあだ名をつける。ね、粘素いじり。いいね、いいね、言えてみようじゃん。覚えとくよ。
パンイッチももうちょっとうちの仕事を観察してればもっといいあだ名が思いつくようになるかもね。これから年数いじりしてくるから、まあ見ててよ。許容範囲内、念のため刻印パスを延長。スペースを少し残さないとか、じゃないとリンクを有効化した時に重複して刻印されちゃうな。リンク完了っと。シロネ、お前崖を平地みたいに駆け回ってすごかったぞ。小玉の子は関係ないよ。あれはこの粘素を入れた靴と粘着反応のおかげ。でもさっきので入ってた粘素をほとんど使い切っちゃった。次からは予備の粘素管も持ってくるか。まあね、使えそうなやつは全部。今度時間があったら装備を紹介してあげる。今はまず目の前の仕事に集中しよう。どれどれ、アンカーの1番から濃度3の粘素でアクティブカット。粘素名国に異常はなかったよ。細かい調整も全て古名の製造技法によるものだった。それじゃあオイラたち、ラゾーリとニエガの手伝いをしてもいいってことなのか？まあね。あ、でもいい知らせと悪い知らせがある。あ、選べたかじゃなくて普通に両方教えるけど。いい知らせを聞き終わったら耳を塞ぐぜ。聞かなくても事実は変わらないけどね。それと話す前に旅人に一つ質問がある。記憶の抽出についてどう思う？やっぱあんたもそう思う？それなら話が早い。前提の説明とか昔から苦手でさ。まず記憶の抽出には制御できない要素が多すぎる。技術的な観点から見れば冥国の作動範囲はもっと広くできる可能性が高い。おばちゃんの体は耐えられないだろうけど、協力者がいれば冥国を使ってもっと大掛かりなこともできるはず。協力者ってなんかラゾーリが悪いことをしてるみたいに聞こえるぞ。ここからいい知らせね。燃焼冥国は確かに犯罪にはうってつけの道具だけど、今んとこ協力者はいないっぽいし、冥国の力を乱用してるってこともなさそう。つまり客観的に見て燃焼冥国を使った犯罪が存在するかは一旦結果待ちってとこかな。で、悪い知らせは燃焼冥国には看過できない問題があるってこと。前も言ったけど、古名は大霊の力を借りる装置なんだ。古名の所持者は大霊の力を使って地脈から情報を読み取ることができる。大霊は中継機みたいなもんで、
コメの所持者が地脈に含まれる情報を感知するのを助けてるってわけ。大霊の力を借りないで他の道具も使わずに地脈から特定の物語を見つけようとするのは、大河の本流から特定のサイズの砂粒を拾おうとするのと同じこと。そういうこと。そんなことになれば人は魂が抜けちゃったみたいになるか、気が狂ってずっとブツブツつぶやき続けるようになるか、どっちかだろうね。さておばちゃんが集めた記憶が地脈だとすれば、ニエガはその地脈で唯一コメを持ってる人ってことになる。おばちゃんが何の道具も持たせずにニエガを記憶の大河に放り込むはずがない。そんなことをしたらあの子は膨大な記憶に流されちゃうからね。とはいえ全ての記憶を失ったニエガはたとえ道具を使っても自力で正しい過去までたどり着けるはずない。ニエガの過去をフィルタリングできるのはおばちゃんだけなの。だからうちはおばちゃんが本当にしたかったことは、ニエガの大霊になって必要な時に記憶の抽出を手伝うことなんじゃないかと思う。理想的な状況なら別に何の問題もない。毎回正しい記憶を見つけられるってことさえ保証できれば、ニエガは過去を取り戻したも同然になる。おばちゃんはニエガのことなら何でも覚えてると思うから、間違えることもないだろうしね。ただおばちゃんは大霊じゃない。あの体じゃもう長くは持たない。でもそんなのどうやって解決すればいいんだよ。どんな方法を使ったってラゾーリは。名前は過去に立つ人々が未来に送る祝福。うちも決めた。おばちゃんに会いに行こう。